はい、皆さん、あ、こんばんちは。313件2500番台です。本日は、何度か走行動画を出していたのですが、紹介していないものパート2といたしまして、こちらを紹介したいと思います。品番がですね、どこに書いてあった、あった、品番が929153トミックスの IF6号2000番台、電気機関車貨物更新色になります。こちらは、1000番台のさらに更新をしたタイプになります。2000番台に更新がされたものになります。1000番台の時点でアップレイはあったのかな。こちらを購入した理由は、一つは、東海道線でいう貨物運用が少ない中で、早起きしていくときには5087が見えるんですね。そちらをちょっと再現したいとかいうの願望が数ヶ月前に生まれまして、たまたまお金があった時に突発的に買いました。なお現在は早起きができていないため見れていません。頑張っておきようと思います。これによって一応古希5万の方も1両だけ買ったんですけど、高いんです。あとグレー台車がないんです。なんでちょっと5087で再現計画はちょっと止まっております。はい、そんな進んでない計画を置いといて紹介をしていこうと思います。付属品は、まず信号円管と手すりパーツ、避雷針と、穴開けの際に使うパーツ、それに、これがメーカーパーツだったかな、取りにくい、メーカープレートですね。で、シャバンプレート。それと、アーノルドカプラーの、元のアーノルドカプラーになります。一応、貨物は客車系は TN カプラーで統一をしてますので、TN カプラーに交換をしました。はい、では、本体の方を見ていきたいと思います。よし、閉めた方がいいな。本体はこれになっております。今回は2096の方を赤プレの2096号機を選択をしました。円管パーツ、この避雷針と、このなんだこの何か白いやつはちょっとピンバイス等のものがないため、接着ちょっとニッパーで、その何て言うんですかね、棒っていうか差し込む穴開けた際に差し込むところをちょっとニッパー等で切り調整をしまして、ちょっと水平になるように、わかりますかね、本当はピンバイスで開けなければいけないんですけど、ピントが合わない。待ってくれ。ピントが合わないでちょっと こちらでそのまま行きますが、一応違和感のないように、違和感は多分ないですよね。このようにちょっと違和感がないように接着剤とニッパーを駆使して接着をしました。2000番台の製品からパンタグラフがプラスチック製になりましたね。実写通りぐらい上がりますね。では箱に戻して、よいしょ、少々お待ちください。よいしょ、なんて言ってるともう4分だ。はい、ということで今回は EF6 号の2000番台の方を紹介をしました。はい、EF6 号の2000番台貨物更新色の方を紹介しました。一応あと17両古希5万の方を買おうと計画をしておりますので、そちらの方を買ってコンテナの方も揃えて古希5万じゃなかった5087に再
5087を再現しようと思います。今回はこちらで失礼します。ご視聴ありがとうございました。